こんにちは。発見オサムヘルマットの丸山です。今回動画1本目ですかね。なんか企画っぽいやつ。まあ、いきなりなんですけど、2021年ね、もう終わりそうなんで、今年のベストアルバムというか、音源をちょっと紹介したいなと思います。まあ、いきなりこれかって感じ。自分でもするんですけど、まあ、僕は基本的にはオルタナシューゲーハードコアとかその辺が好きです。まあ、そういうのばっか聞いてますね。まあ1本目いきますか。じゃあシスターインザベルベットのシングルです。これねめちゃめちゃ良かったですね。なんでしょうね、簡単に言うと、まあ、90年代のUS、まあ、スマパンかな。スマパンの印象がだいぶ強いっすね。音を聞いた感じ。で、まあ、ボーカルは、まあ、シューゲっぽい感じの、ウィスパーなボーカルが乗ってるというところで、まあ、絶妙なバランスで、成り立ってるかなという感じです。英語の詞もね、なんかね、なんだろう。違和感ないというか、まあ無理ない感じで歌ってますね。なんか結構英語の詩、なんか気持ち悪いなって思う時あるじゃないですか。日本の人が英語の詩で歌ってたりすると。まあそれがないですね。まずスッと入ってきますね。次ですね。裸体の新世界アルバムです。これね、もうね。いや、良かったっす。いいから紹介してんだけどね。このアルバム何がいいって、ギターの音が明らかにでかいんですよね。他の楽器よりギターが一番聞こえるっていうところです。シューゲとかだったらギターが一番聞こえるのはわかるんですけど、ギターロック、日本のギターロックのフォーマットに乗ってるバンドで一番ギターが音がでかい。明らかに。それが良かったっすね。キャッチーだし、まあそう、ギターがうるさいっていうか、ギターがでかいっすけど、でもやっぱ、ボーカルもちゃんと聞こえてくるし、メロディアスだし、キャッチー。まあそんなところです。次、エイジファクトリーのピュアブルーですね。スペシャルから UK プロジェクトに移って初めてのアルバムかな?おそらく。あ、そんなことないか。そんなことないわ。そんなことなかった。若手のバンドだったら結構勢いありますよね、エイジファクトリー。奈良県出身。本当に何でしょう。なんか、また、一個突き抜けた感じしますね。まあ、曲は相変わらず、まあ、オルタナ、ポストハードコア、な、エッセンスがあるけど、まあ、聴きやすいギターロックかな、と。ところっすね。なんだろう、もうヒップホップにも手出しちゃったっていうね。ハードコアとヒップホップがこう、両立というか一緒になってる曲が、まあ Z でも昔やってたんですけど、あれはだいぶ尖ったものになってたんですけど、これはだいぶいいバランスになってるというか、まあ、スッと入ってくる、まあ、聞きやすい感じになってますね。まあ、ジャケットもいいっすよね、あとね。このフォントなんすか、マジで。このフォントね、いいよね、懐かしくてね。このザラついた質感もいいしね。ね。ってな感じです。次、パラノールであってんのかな?読み方がちょっとわかんないですけど。To see the next part of the dream。これ大名番でした。これ一押しかな、下手したら。これめちゃめちゃ良かったね。これは、多分韓国のバンドだと思うんすけど、いやー、これは、シューゲイザー界隈、大歓喜のアルバムなんじゃないですか、これ。もういきなりドアタマリリシュシュ聴いてるっつって始まるんですけど、まあ、そこで捕まれますよね。まあ、ベースはシューゲイなんですけど、じゃん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 チャ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 っていうのも、エモ王道っぽい、キメがあったりとか、なんかいろいろやるねって感じ。いろいろ入れるねって感じです。そういうエモっぽいリフというか、キメがありつつも、やっぱ、ボーカルはブレずに、シ
中下っぽい楽器に埋もれたミックスを維持してると。そのバランスは絶対大事ですね、やっぱり。これは久々に襲撃来たなって感じしたな、ほんと。次が羊文学のパワーズです。メジャー1枚目かな。やっぱりベースは襲撃です。襲撃というかインディーロックの、まあ、US インディーかな。がベースでありますね、やっぱり。ほんとなんと言っても曖昧でいいよがダントツで良すぎるっていうところですね。16の四つ打ちね。16の四つ打ち、ほぼそれだけでいくっていう。もう、ハイハット開けるか閉めるかの違いで押してくっていう、ね。もう、それがたまんないんですよね。その16の四つ打ちの曲がすごい好きで、そもそも。まあ、歌詞よね。本当のことは曖昧でいいっていうね、ところがあるんですけど。まあ、そういう、そのイメージというか、そのワードセンスは、いや、オルタナだなって感じしますね、やっぱり。はい、次が、スタッツのプレセンスです。プレセンス、大豆だとはこう、ちょっと妻がね、ハマってましてね、すげえ見てたんですけど、作品としてってよりかは、プロジェクトとしてすげえ面白い一枚になったなっていう感じですね。なんか毎週違うラッパーが出てきて、ラップするっていうね。その人出んだみたいなね。スターウォーズの、カメオ出演探すみたいな感じの、同じ感じです。あれ、パブロじゃないみたいな。あのトルーパーの中身って、ダニエル・クレイグらしいよ、とか。ああいうノリです。それを毎週やろうとしたのも面白いし、同じトラックに全部乗ってくる。っていうのも面白いし、俳優にもラップさせちゃうっていうね、よくやったなって感じですね、これ。お疲れ様です、これ、ほんと。次が、ダンのモームーンです。これね、もう、同じことをやらないね、絶対、この人たちはね。もう、初期は、まあ、UK インディーに近いかな、どちらかというと、音的に。から、まあ初期の頃からインタビューとかで言ってたっすけど、まあワーペイントっぽい、まあサイケ感というか、インディーのサイケ感みたいなもんが入ってきて、テクノハウス、そっち系に行ったと。もうこれ、デリヘ並みの変身具合があると思いますね、これ。オーバーシンカーだよね、このアルバムなんといっても。疾走感あるけど、すごい落ち着いてますよね。この、なんなんだろう。このバランスはどこで見つけたんだろうか。まあ、とにかくもうギターももうほぼほぼ出てこないし、ドラムもほぼほぼ叩かないし、ほぼパッドだしみたいな。ちょっともっと楽しみですね、今後ダン。はい、こちら、メッツのライブ版です。メッツ最高でしょ。みんな聞いてますか、メッツ。メッツすごいですよ。カナダのトロントのバンドですね。で、リリースはサブポップです。シアトル、名門サブポップです。ここ最高ですよね。本当に最高。まあライブ版だからほぼベスト的なノリだもんね。もはや。あ、ウェットブランケット最後だしね。まあピール、ニルバーナ、ジーザス・リザード、ポストパンクと、グランジ、まああとジャンクみたいな感じです。ベースはもう直線的な歪みまくったベースがずっと鳴ってると。で、ドラムは、ほぼデイブ・グロール。ほぼほぼデイブ・グロールの、ドラン、ドランみたいなやつやってますね。で、ギターが、ここがポストパンクっぽい要素になってるかなという感じですね。キンキンのギター。キンキンだけど、キンキンに尖ってんだけど、なんか、歪んでるんですよね。ベースがジャンクで、ドラムがグランジで、ギターが、ポストパンクみたいな。それでなんか、すげえでけえ音が出てるという。ボーカルはそうですね。まあ、ピールなのかな、やっぱ。それが、新しくも懐かしくっていう、めっちゃよく使われるフレーズ言っちゃいましたけど、まあ、とにかくパワー、頭悪いんだろうなっていうのがすごい伝わってきて、すげえいいです。次は、ビーディングワーズかな。そう、ジャンクつながりでいくと。フィーリングアーズ、これは3年ぶりのアルバム？シネマのメンバーと、ムーディーの
メンバーだったかな、それの、バンドです。シニマみたいなね、ポストロックっていうよりかはジャンク、グランジ、あとマスロック的な要素っすかね、入ってるとしたら。前のアルバムよりより頭が悪くなったなっていう感じで、すげえ勢いがあってよかったっす。曲名が全部ね、プロレス技の名前っていうところもね、いいっすね。で、アーシャもマスクかぶっちゃってるしね、もはやね。すげえいいっす。基本的にはジーザス・リザードっぽい感じと、まあロストエイジかな。ロストエイジ好きだよね、みんな多分ね。たまにキャッチーなメロが入ってくると。あの、勢いがある曲が多い分、その、ポップな曲がパッと入ってくると、すごい際立つかなっていう。アルバムの構成としてすごいいいと思います。はい。次は、ミス・マシーン。ミセスか？ミス、どっち？英語力足りんわ。ミズか。ミズ・マシーンです。はい。ミズ・マシーンのセルフタイトルですね。これ、なんですかね。この日本で、女性でこういうポストパンクのバンドってあんまなかったなっていう、あーそこあったなって思いましたね。その手あったかっていう。ギターはポストパンクっぽい感じで、ドラムは打ち込みっすね。で、なんですけど、ボーカルもポストパンクなんだけど、これ叫んだらもうハードコアだよなっていうぐらい、もう言い捨てる感じっすね。だいぶ盛り上がってくると、もう楽器体はほぼハードコア、ポストハードコア。こうなんだこのバランスっていう。で、ミックスもギンギンですね、音が。ギンギン、めちゃめちゃ。超尖ってる。やばい。これはやばいです。アルバムも多分ね、結構短かったと思うんだよ。ああ、8曲入ってて27分ですね。パンクだな。マジで。これ突き抜けてるね。だいぶ尖った。もうライオットガールか。もうその枠なのかなっていう感じでした。最後、デイグローの、あ、デイズ・イン・ア・ヘイズ。これね、これでしょ、もはや今年は。もう、超突き抜けた、デイグロー。マジで、ワイキキビートが帰ってきた感じ。ワイキキビートが進化して帰ってきた、これです。これにつきます。まあ、前作までは、まあ、ガレージ。まあ、UK インディの影響がだいぶあった感じの、サウンドメイクというか、アレンジの感じだったんですけど、まあ、今作はもう完全にもう US インディーご利用しというか、こう進化してやってきましたか、ただいまっていう感じがすごい入ってますよね。ハーフオブミーとかね、入れるかだいぶ迷ったというね、なんかインタビューで言ってましたね。まあ、結果的に入ってすげえ良かったと思いますね。まあ、3曲目っていう順番も超いいと思います。でも打ち込みとかも入ってきてるからね。ここがデイグローの始まりだとしたら、ここを越えて戻って、ここワイキキとこの間の、なんかパラレルワールドの別世界線のアルバムみたいな感じがしますね。まあ、ジャケットからも伺えますよね。この90年代っぽい CD プレイヤー出てるし、ちょうど90年代中期初期ぐらいのフォントもなんか原点回帰の意味合いがあるのかなと思います。はい。ちょっととりあえずバーッと説明しました。説明？紹介しました。邦楽ばっか聞いてたね、今年ね。全然洋楽聞いてないね。で、まあ一番一応今年聞いたバンドはアンワンドなんですけど、なんで今アンワンドなんだって感じなんですけど、やっぱね、オルタナばっかになっちゃいましたね。はい。皆さんもなんかおすすめあったらコメントとか残してもらえるとありがたいです。じゃあまたお願いします。